いろいろ、もう今日は3回目なんですけども、過去2回はいろいろ地獄のトレーニングとか考えて、その時どう思っていったかっていうことをお聞きしてきたんですが、今日はですね、皆さんに、その地獄の3年間を乗り越えて、どう思ったのかっていうことをちょっと聞いていきたいと思います。鈴木さん、今日もよろしくお願いします。あと皆さん、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。おなじみの名古屋産業大学社会人チームの皆さんです。はい、ということで、じゃあ今日も清田さんから聞いていこうと思うんですけど、はい。いろいろきつかった3年間乗り越えて、思ったことっていうか、あとは今にもその3年間の経験が生きていることっていうのはちょっと教えていただきたいんですけど、お願いします。はい。3年間サッカーやって、悔いがあるというか、プロになりたいなとずっと思ってたので、やっぱ大学、やっぱ高校の3年間の、メンタル的にも体的にもきつかったのが、大学入って、普通のちょっと強豪でやってたみんな集まっても、一緒にやれるというか、逆にちょっと違った自分の味を出せたかなと思ってますね。高校3年間のおかげで。なるほど。そっか、だからいろいろな強豪、全国の強豪のチームからやってくる選手のみんなとも、もう全然別についていけてるってことですね。一緒にやれてるっていう自信になってるってことですね。鈴木さんの目から見ても、やっぱ彼はそうですか？お、さすが。僕の後輩なんで。そこ クかい。ラブ、多分中学校のクラブチームが良かったなと思いますね。そう、名古屋 FC がやっぱ良かったんで、そうっすね。名古屋 FC のね、鍛えられて、で、高校でもそう鍛えられて。名古屋 FC の某監督から鍛えられて。そうね、某監督からね、メンタルとフィジカルっていうか、サッカー面と、という方。なるほど。ありがとうございます。生徒さん、ありがとうございます。はい。じゃあ、ひろきさん、お願いします。まず自分は、引退した時に足りなかったのかなっていうのは思いました。そのなるほ県ど。の選手権の県の決勝で、中京大中京高校に負けてしまって、で引退して、みんな泣いてたんですけど、やっぱもっとお互いにそのチーム同士でしのぎを削り合ってといいますか、もっと高みを目指していいトレーニングができてたら勝って全国に行けてたのかなっていうふうには引退した瞬間に思いました。そうなんです。もっと地獄 味わっとけばっていう感じですか、感覚的には。そうですね。どう、鈴木さん、どう思う、それ。いやー、後悔が残らない選手なんかいないと思うんで、そこはみんなあると思うんだけど、なんだろうね、全国を目指してやってるチームと、全国の一番上を目指してやってるチームとのやっぱ違いはあると思う。なるほど。目指す山の、その設定の。だから限界値ももっとね、本当は上に設定できたのかもっていうことですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ次、青森山田高校の、桃井さん、お願いします。は3年間終えて、やっぱり寂しかったのが最初に来ました。寂しかったんですか？やっぱり同い年の子たちと離れ離れになったり、
するのとか、やっぱりいっぱいしんどい練習とかして、一緒に生活もしてたんで、うん、結構まあそういうところをみんな知ってる子たちと、やっぱいざ終えると、ちょっと戻りたいなっても思うんですけど、うんうん、まあでもやっぱ練習とかもきつかったんで、その分、うん、戻りたくはないけど戻りたいみたいな感情でした。ムーマさん、その例えば最後の雪中の練習になるんだろうなっていうとこって分かりました、分かったというか、当時これが最後かなみたいなのっていうのをなんか数えながらやってたんですか、当時は。2年生までがそのしっかりとした雪中期間で、うんうん、3年目は選手権をが終わった後なんで、雪中っていうのは、はい、3年目はその自分たちで3年生の思い出作りとか、その体を動かすために遊びで雪中やったり、うん、そういうことをしてたんで、うん、やっぱ1、2年目までの雪中はやっぱもう、はい、終われぐらいの感じで思ってましたけど、3年目のそのみんなでやる雪中とかはやっぱり3年間楽しかったねっていう感じで、割とみんな関東とかにも散らばったりするので、うんうん、やっぱ次の自分たちが卒業した次の年の選手権でまで多分会えない子とかもいたりするので、うん、それまではちょっと、まあ、またみんなに負けないように頑張ろうっていう感じで出ました。じゃあ3年生の時の雪中の時、準備の時は前は嫌だっておっしゃってたじゃないですか、前回前々回の動画ではね、はい、そこはじゃあもうなんか楽しく用意してたんですか、寂しいぞっていうか。1、2年生はやっぱり寮から出ていく時の顔がもう全然違うので僕たちはそのまあ仲いい1、2年生とかに、うん、いけいけみたいな感じでもう茶化して、うん、そのいやみたいな関係とかもやっぱ高齢っちゃ高齢なんで、引退した先輩がもう接中しない先輩が、うん、今から接中する後輩に、うん、頑張れみたいな感じで言うのも一つのちょっと高齢なのかなっていうところがあったんで、そんな感じで。なるほど。それ例えば 1,2 年生の時、桃井さんはその先輩からそういうの頑張れって言われた時どう思ってたんですか。マジでせこいわと思ってました、その引退 したいっていうか、そのなんていうんですかね、厳しいトレーニングをしないってもう決まってるので3年生は、うんうん、いやマジで羨ましいっていう感じでいましたね。ああ、そっか、逆にそうなんだ。なるほど、ありがとうございます。川沙さんどうですか、お願いします。はい、自分は結構きつい練習から解放されたっていうのが嬉しくて、うんうん、すっごい気が楽でした。あ、で卒業して大学とか来ても、うん、まあ、雪中っていう一番きついのがあったんで、うん、まあ、他は、まあ、なんとかなるだろうっていつも思ってます。ああ、そっか、もうそのそれよりきついことはないと。はい、いや、あの体力的に走れないとかがあっても、うん、あのメンタル的に折れることがないんで、うん、いけるかなっていう。俺に挑戦状、それ多分そうっすね。そういうことだよね、まあ、差し出してますね、挑戦状。ちょっとそれはきついですけど個人レッスンだな、これ個人だね。うん、連帯責任じゃない、これはチームじゃないね、これはね、これは個人でやらなきゃ。ああ、そうか、笠さんはその開放感っていうのが大きかったんですね。はい、これなんでしょうね、ちょっと個人的にあの私が思ったことをちょっと聞きたいんですけど、あの桃井さんと笠さんにね、すごいあまりにもなんか壮絶すぎるので、なんかその解放感とかが大きすぎて、その後燃え尽きちゃう人っていないのかなって、これちょっと放送ギリギリかなと思うんですけど、どうですか、なんかお二人から見て、同級生とか。やっぱ関東リーグとかにいっぱいいたりして、うん、1年生のもう開幕戦からスタメン取ったりする子とか、
やっぱりその同じ自分が2年生の時の3年生の同じ部屋の先輩とかがやっぱりその、うん、次のステージで、うん、そのツイッターとかでもやっぱりそういう結果回ってくるので、うん、そういうのを見るとやっぱり負けたくないなっていうふうに思って僕は燃え尽きなかったですね。もっともっとそうかみんな燃え尽きないですね。なんか開放感からねえ、まあ、人にもよこれ多分個人差でしょうねきっとね。なんかそのちょっと大学になるとやっぱ自由な環境になるわけじゃないですか高校の時よりは。でそこで反動みたいなの来ないのかなと思ってちょっと聞いてみたんですけど、まあ、それはやっぱまあちゃんとできる人は結果を残してるってことですね。それが基準だったので高校の時は、うんうん、ちょっとしたなんていう物足りなさみたいなその縛られてなさに、うん、ちょっと嫌な時期はありましたね。あ、縛られてなさっていう、なるほど。あ、なんかド M になっていく感じですか。いや、なんかその物足りなさみたいな。いや、MM なんで。そうか、じゃあ、もうそあの目の前にあのね、ド S の人がいるんで、ちょうどいいじゃないですかね、今ね。これ山田からの挑戦状ですね、これは。巻き込まないでください。個人レッスンなんで。個人レッスンで、これは。はい。どうですか、挑戦状が来てますよ。いやいやいや、俺も練習甘くしすぎたかな。いや、だからそんなことです、練習は。そんなことないです。甘くない。甘くない。鈴木さん、甘いんだよ。甘いね。甘いんだよ、きっと。いや、厳しい環境でやらせていただいてます。嘘つけ。はい、次行きましょう。え、カサさん、カサさんどう見てるんですか、そういうなんか先輩とか同級生とか、まあ、そういう反動なんかあんまりも厳しかったから、はい、その充実感からでも多少はあるんじゃないですか、この やったぞっていうのとちょっと少し休みたいみたいな1ヶ月ぐらい休みたいっていうか、うん、寮生活でやっぱ厳しかったんで、うん、遊びに行きたいとかは結構ありました。ああ、なるほど。だけどいざ大学生で、はい、うん、あ、どうぞどうぞ。大学生だと一人暮らしで今自由なんで、うんうん、好きな時間に遊びに行けるし、うん、本当にザ大学生っていうことをしたいなっていうのはありました。まあそりゃそうでしょう、ありますよ。でどうだったんですか、笠さんは少しはなんかこう自分にご褒美あげて、あとは頑張ったサッカーにこうご褒美あげた後は向き合ったって感じですか。いや、大学入学して1ヶ月で足怪我して1年、まあ、入院とリハビリとかで1年ぐらい使ったんで、うん、まず入ってすぐ友達ができませんでした。それはそっか、なるほど、そっか、怪我しちゃったんですね。それは別に気が抜けてから抜けてたから怪我してたってわけじゃないですよね。まあ一応ちゃんとやってました。うんうんうん、あ、それなら良かったです。そっかそっか。え、ひろきさんとかせいたさんとかそういう反動来なかったんですか、2人とも大学に入って。あ、まあ自分は自分の高校の代でサッカー続けてるの僕だけで、おお、みんな遊んでばっかだったんですけど、僕は逆に、うん、まあちょっとはなんかいいなと思ったりしたんですけど、うん、まあ、自分逆になんかそういうのをモチベーションにやってましたね。俺はやるぜっていうことですよね。はい、もう、うん、あ、素晴らしい。ひろきさんどうでした。いや、自分の学年もそんなに続けてる人はあんまりいなくて、まあさすがにその生徒みたいに自分一人ってわけではないんですけど、うん、まあ半分以上の人がもう大学ではサッカーやらないって言って出た中で、まあ、自分は
まあ、辞める選択肢っていうのが、まあ、なくて、うん、まあ、なんかあみんな辞めてくんだぐらいでしか感じてなくて、うんうん、まあ、自分は、まあ、大学でより頑張ろうっていうふうに思ってましたね。ああ、なるほど。結構でも東海学園ぐらいでもそんなやらない人多いんですね。意外ですね、ひろきさん。そうです。意外です、私は。なんか聞いて。いやでもトップチームにいた人たちは割と続けてるんですけど、うんうん、まあ、やっぱその中でも勉強だったり自分の夢のために勉強したいって言って、うん、まあ、辞めていく人だったり、うん、まあ、それこそ留学しに普通に勉強で留学しに行ったりっていう人はいましたね。まあ、ひろきさんの場合はあれですよね。だからもう選手権の県予選の決勝で負けたのがやっぱ悔しいっていうのも多分あったでしょうし、で大学でも、まあ、なんかその気持ちをこうなんかね、晴らしたいじゃないですけどっていう感じでやっぱ大学でもやってるってことですか今も。そうですね。なるほど。鈴木さんどうですか、皆さんのお話聞いて。鈴木さんはね、怪我したまま試合出て、まあ、決勝優勝して一応ハッピーエンドですよね。怪我はしてたけどハッピーエンドで終わったわけですけど、まあ、その後怪我の影響もあって、まあ、なんかもう反動みたいなのって鈴木さんありました？いや俺めちゃくちゃあってる。俺もだって、うん、大学中京決まって、うん、でもそれも遅かったんだけどね、うん、決まったの、うんうん、で中京行って、でもまあ手術とかしてリハビリして、うん、まず俺選手権終わった後にその高校選抜に選ばれたけど、うん、それも辞退しなきゃいけなくて、うん、手術があったから、うん、で大学のドクター大学のトレーナーにも、うん、俺は中学生の時からずっと見てもらってる人だったから、うん、とにかく早く手術して大学でもう万全な状態で行けるようにしろって言われてたから、うん、全部辞退してあの手術したけど、うん、入学式も行ったけど、まず入学式まで俺練習一回も行ってない。行けないですもんね、うん、まあ、本当は行かなきゃいけないんだけど。あ、怪我してても、うんうん、で行かなくて、入学式も参加したけど練習にも行かなくて、はい、その時髪の毛も染めててで中京のサッカー部っていうか多分東海リーグが当時厳しくて、うんうんうん、その昔はもっと茶髪、金髪いっぱいいて、うん、今でもまあチラッといるけど、うん、俺らの時は黒髪じゃなきゃダメ、うんうんうん、俺はそれ全然知らなくて、うん、茶髪で練習行ったら5月ぐらいかな、初めて練習行って、ええ、めっちゃ怒られて、はい、なんかお前黒染めしてこいみたいな感じられて、はい、でもその本当に5月までもなんか親とかに俺もサッカーいいわとかって言ってた時期もあってすごい反動じゃないですか、はい、いやもうだって大学行ってそのなんかインカレとか、はい、総理大臣杯とかを、はい、なんていうのかな、価値が高いって言ったらあれだけど高校サッカー選手権より価値が高いものって思ってなかったから、総理大臣杯とかインカレとか、はい、別にそれを例えば自分が取ったところで高校サッカーの選手権の優勝の方が価値がでかいって思ってたから、うん、なんかもう別にいっかなって思ってて、うん、最初は本当にもう大学には行くけどサッカーやらなくていいやとかって言ってたから。鈴木さんでもそうなんだ、うん、最初ね燃え尽きちゃったっていう。まあそんな感じかな。そっか、なんか生地なんかその目標達成しちゃうと。そうだね、うん、っていうことなんですね。なるほど、皆さんのお話 ありがとうございます。本当に今日はあのそのいろいろ乗り越えたこととか今にもつながってることとか、まあ、鈴木さんはねいろいろ他の動画でもあの そのこういうことを語ってくださってるんで、興味のある方は皆さん、他のファンタジスタチャンネルのサッカーチャンネルの他の動画をご覧くださいということで、はい、今日は皆さんどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。鈴木さんもありがとうございました。はい、このチャンネル気に入った方はあのチャンネル登録と
いいねボタン、そしてコメント欄もよろしくお願いします。鈴木さん、今日はありがとうございました。